ついにやりましたね。ミラの最後です。ミラがいなければトアも何もできないでしょう。あとは歴史の改変を元に戻せば全て解決ですね。さすがにそいつはちょっとずりんじゃねえか。大変だ。ちょっときついけどやるしかねえか。サンキュー、暑かったぞ。スーパーサイヤ人3の悟空さんでもブー3人を相手にするなんてさすがに無茶です。それに悟空さんがスーパーサイヤ人3になれる方は限られています。悟空さんの代わりに時間を稼いでください。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。こいつすっとぼけた顔してとんでもねえっすよ。ここまですげえやつだなんてありっこねえと思って、まさか3人になるなんてな。変身犯の技みたいな気が減ってるわけでもねえし。どうやって殺そっかな。
限界だ。キッザ、お前と戦うの面白い。もっとやるぞ。こいつは光栄だな。だけど、オラには時間がねえんだ。あらな。ブーミン、大阪はいきません。ここで食い止めてください。お前、俺の邪魔をするつもりか。おいら、死ねちゃうぞ。キャプテン、あれ さっきより運が増えてないな。Yeah!
魔人ブー、俺の声が聞こえるか。何だ。あと2日待てばお前よりずっと強いやつが現れる。きっと戦うと面白いぞ。だからそれまで地球を破壊するのはよすんだ。俺より強い、そんなやついるわけないもんね。いるんだもんね。むっかー。じゃあ連れてこい、殺してやる。だから捕まってくれ。そしたら必ず現れる。約束だ。約束だな。わかった。よし、いいぞ。その調子で精進を続けるんだ。お前と戦うのも面白い。その強いやつが来るまでお前、俺の相手をしろ。お疲れ様でした。ようやくこれで全て片付きましたね。歴史の改変も二度と起きないはず。おや？何ですか、それは。どことなくまがまがしい気を感じますが。手を出しなさい、早く。魔人の紋章ということはやっぱり魔人？何者ですか、そいつは。以前も話したでしょう。昔、時の巣を占拠して時空を支配しようとした悪人がいたって。そいつがキー、やっぱりあなただったのね、魔人ドミグラ。面倒な連中を片付けてくれて助かったぞ。その礼に楽に死なせてやろうと思ったが、プレゼントを受け取ってもらえず残念だ。あの時手助けしたのはミラと相打ちにさせるつもりだったのね。あなたらしい卑怯な作戦だわ。時々を渡せ、時の海王子。お前のその座は私にこそふさわしい。あなたは時の狭間に閉じ込められているのがお似合いよ。いつの間にあそこから出てきたのかしら。幻。直接会えるのももうすぐだ。楽しみに待っているんだな。魔術で自分の姿を映していたのね。本体はまだ時の狭間にいるんだわ。時の狭間というのは、時間の流れから外れた閉じた空間よ。ドミグラはそこに閉じ込められていたはずなんだけど、少しずつ歴史を歪ませ出口を作っていたのね。